Hello. My name is Dragon. I come from Japan, a capital in Tokyo, the capital of Tokyo.三又竜平です。東京出身で、そうですね。ワーキングホリデーのビザを取ってニュージーランドに来ました。ニュージーランドを選んだ理由は、そうですね。もともと観光に興味があって、でそれでニュージーランドに訪れた人に、みんなにこう旅行ニュージーランドに旅行行ったって聞くと、みんながニュージーランドは良かったって答えてて、それなんでかなっていう疑問に思ってきました。そうですね、面白いところ行ったらそうですね、小さな、なんか本当にカフェが多くて、なんかいろんな、そうですね、もうおしゃれというか、もうたくさんのカフェがあって、そうですね、レストランとかカフェとか、レストランでカフェとか、そうですね、そういうところが多いので、まあ、なんか行っても行ききれないというか、そんな感じですそうですね、ワーキングホリデーでも、最高、ニュージーランドでは最高6ヶ月間勉強できるというのを聞いていて、あとそうですね、ちょっとお金の面でちょっとお仕事もしなきゃならなくて、スチューデントビザじゃなくてワーキングホリデービザを選びました。キャンプでの生活は面白いですね。面白い。はい。いろんな友達ができて、そうですね、いろんな国から来てる人がたくさんいるので、ヨーロッパの方から、もうアジアの方まで、もう南アメリカなども、自分が今まで会ったことない国の方と話せて、先生方もすごくいいなって、こう、フレンドリーで気さくに話しかけてくれるので、楽しい毎日です。ニュージーランドは多分、すごく安全、最近見たんですけど、すごく安全な国で、確かにもう自分も肌で感じてて、すごく安全な国で、それでなんか勉強にやっぱりすごく集中できる年だと思います。あと愛があるので、よかったら来てください。